いやー、いい天気ですね。朝日がお店の中に入ってきます。9時18分です。12月12日です。おはようございます。ちょっと早めに今日来ました。今日なんとですね、やっと僕のバーディーの魔改造がスタートします。で、魔改造何かというと、この可変式のステム。これが、1、2、3、4、5。まあ、5段階ありますけど、多分、僕みたいに、まあ、ストイックに走る人とか、あとは、まあ、例えば、身長が低い方とか、多分ね、このハンドルね、高いと思うんですよ。しかも、この段、もうちょっと下げたいのに下げれないっていう人のために、ここカットして、もうちょい下げちゃおうっていうのを、ちょっとやっていこうと思います。それね、工具来たんです、工具が。京セラの、高速切断機 AC3051、3万円ぐらいしました。なんかどうやら京セラってもともと両備っていう会社が、両備の会、僕知らなかったんですけど、広島みたいですね。それが名前が変わって京セラになったみたいです。で、今回このまあ例えばハンドルをカットするまあメリットは、やっぱハンドル下げれるというのと、あとポジションの自由度が増すということですね。まあ、これ4段階、5段階あって、5段階こんなにハンドル上げないじゃないですか。それを今回僕が実際やってみて、もし成功すれば、まあ、もしこういうちょっと下げたいなっていう人は僕やりますんで、それかまあ、事前に予約していただければ、例えば県外の人が来ても、お店でここでもう作業して、多分慣れたら30分ぐらいでいけると思うんで、まあ、待ってる間、まあ、どっか横にお好み焼き屋さんできたし、まあ、ご飯食べてる間にもうちゃちゃっとやっちゃおうかなと思います。まあ、今回ちょっと初めての試みなんで、ちょっと失敗するかどうか分かんないですけど、まあ、とりあえずやってみます。これで、ね、もっと乗りやすくなって、やっぱりね、自分のぴったりなポジションになることによって、まあ、最初正直ぶっちゃけ乗りにくかったけど、まあ、自分のポジションに合わせたらすごい乗りやすくなって、より楽しくなったので、まあ、そういう人が一人でも増えればいいかなと思ってます。はい、じゃあやっていきます。で、まず開封しようか。これね、開封ね、実際開けてみました。想像の5倍でかい。 僕はこの5分の1だと思ったんですけど、結構でかかったです。で、今回のまあその作業内容としては、まあ、コステもありますけど、まあ、だからここをカットして、まあ、ここに割りを入れる。あとドリルで何箇所か穴を開けていくっていう作業になります。まあ、このステム、これはあれか。まあ、早速まあステムを外していきますね。で、どういう感じになるかちょっとシミュレーションしたいですね。カットして、そしたら今、ステムね、これ外れるので今から外します。もうだいぶ慣れました、ステム外すの。そしたら、外れたので今からこれね、切っていきます。どれぐらい今切ろうかなと思ったんですけど、正直、僕一番下しか使ってないので、なんか2段ぐらい切っちゃおうかなと思います。2段。で、ここを切って、で、割りを入れようかなと思います。ちょっとね、作業はちょっとね、映さないようにします。もしかしたらなんか、いや、合わせた方がいいんじゃない、こうした方が多分出てくると思うんで、作業風景は映さないようにします。これはすごい。いやー、めちゃめちゃ音がでかい。もう10坪の店ですることじゃないですか。 ということで切断しました。で、どうやらここの割りがこの工具でなんかね、開けづらい。ということはこの工具いるのかどうか。 パイプカッターでよかったんじゃないかって言うんですけど、まあ頑張って使ってきます。こいつはね、作業めちゃくちゃ早かった。ここをどうするかなんですけどね、ここをどうやって割り入れるか。なんかジグかなんか作らないと厳しそうなんで、まあ今回ちょっとこう、
と自分で工夫してここやってみます。よっしゃ、完成しました。一応これぐらい、まあ外側と内側を同じ高さ切って、多分だいぶ下がりましたよ。純正と比較するとどうかな。純正、まあとりあえずつけてみます。ということで、こんな感じでつきました。こういう感じで2個切りました。それで今またがったらですね、ちょっとハンドル切りすぎたかも、こう低かった 低かったです。ということで、やっぱ僕ぐらいの身長の人はやっぱ1個切りでいいかなと思います。穴で1個、多分身長が172、3センチの人は多分ね、穴2個切りでいいです。ちょっと低かったです。まあ、これもちょっと失敗のね、失敗は成功のもとということで、まあ、これから進化していきますから。ということで、低すぎたので、このまま乗るとちょっとね、腰痛める可能性があるので、このハンドルがあるので、このライザーバーをつけていこうと思います。もう意味ないです。ライザーバーね、ちょっとこれがライザーバーがちょっとつけたかったんで、まあ、ちょうどよかったかなと、切りすぎたけど。いや、完成しました。完成じゃない。ということで、今回のバーディーのステムのカット、これはね、まあ、大体穴を2個分カットしたんですけど、僕は失敗しました。ということは次、成功するね。で、今度はドロップハンドルバージョンが来るので、それは2個じゃなくて1個の穴をカットして、やってみようと思います。やっぱね、スコットのあれですよ、栄光への近道じゃないみたいな。もう一応段取りは分かったので、あとはこの穴にあった、ドリルがなかったので、まあ、今から買いに行って、まあ、いつでもできるようにします。で、今今回やった作業の時間が大体1時間かかったので、次から多分25分ぐらいでいけるんじゃないかなと思います。段取り分かったんで、OK です。それで1個言いたいのが、純正のハンドル、純正のハンドルって、その中心付近が31.8で、くびれが、まあ、多いんですよ。でも他のハンドルは31.8の部分が多いので、こういうアダプターが付けれるから、まあ、純正のハンドルは僕正直あんまり好きじゃなかったんで、今回切りすぎて、ライザーバーつけて、31.8が幅が広いのつけて、アダプター付けれたんでよかったなと思います。ここにスマホのクワッドロックのアダプターをつけようと思います。まあ、結果オーライね。違う、めっちゃ乗りやすくなった。カゴをつけたらどうかな。フロントバックをつけてみたらどうなるでしょう。おお、いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん、これ。ライザーバー仕様。以上です。バーディーの、ステムカット、まあ、ちょっと金額決めてませんけど、まあ、やっぱり25分から30分かかるんで、あとヘッドセットの作業が、まあ、1万円ぐらいもらえればいいかなと思います。もし、そうね、以上。もしステムカット、これはちょっと本当に自己責任になるので、一回、まあ、僕ちょっと乗ってみて、年末ちょっと乗ってみ、実験してみるので、また報告しようと思います。それで OK だったら、やろうと思います。見終わってね、実験します。で、今回はバーディーのステムのカットの作業でした。じゃあ、終わります。